秀吉は山崎の戦いで信長の仇を討った。誰もが笑って暮らせる天下を作ること、それがこの戦いより秀吉の約束となった。秀吉が天下取りの姿勢を示したことに対し、信長の妹お市は反発。重鎮柴田勝家とともに反秀吉の兵を挙げる。秀吉は自分の中の約束を守るため、淡い思いをこらえつつ、賤ヶ岳の戦場に臨むのだった。これが本当のお約束ってね。寒いっちゅうやったけどな。第2話、賤ヶ岳の戦い。普通にありじゃろ。わしが信長様の意志を継ぐ。それを天下に示すんさ。三成も清正も正則もみんなわしの誇りだ。この戦でわしにいいとこ見せてくれや。いざ尋常に勝負。四つの砦で落とすんじゃ。年へと戦をしとうないな。出陣するな。いざ尋常に勝負。
救救援を。
いまで。うっし、殺意への首を取れ。Yeah!
べしぐるなら本望よ。一生打ち取ったり。わしゃ無事じゃ誰にも負けんのさ。脆弱な正義を振りかざす浅井軍を落とし、自らの力を示した秀吉。しかし野望の達成は遥か遠くにあった。豊臣軍の基盤をさらに強固なものとするため、次に拠点を張る場所として選んだのは、前田利家がその地を守る賤ヶ岳であった。この地は我のものだ。法廷万里。僕たちはこの地が欲しいんだ。手荒な真似をするつもりはないよ。ここは前田の領地。前田家と松はそれがしが守る。松と前田家はそれがしが守る。女一人守るために我と戦うというのか。よう軟弱な心で我は倒せんぞ。下がれ。戦は女小僧のものではない。いいえ、女にもできる戦はござりまする。なんと無体な。拙者も離れてきましたぞ。元気がいいのは大事だ。我らが殿、奥方様、創建なれ。前田の兵は犬千代様の宝。松目が力の限り守りまする。そこをどけ。女に何ができる。用があるならそれがしに言え。お前に用はない。我はこの地に用がある。皆様、松特製ご飯にござりまする。豊臣様、人を慈しむことを知りませぬ。壊すばかりでは何も生まれませぬ。誰が思うは破滅ではない、創造よ。みんな松の飯を食べろ。おお、松殿の特製握り飯よ。うまい。具が大きい。皆様、松特製ご飯にござりまする。欲しい。お前はこの地を我に。前田利家が妻、松にござります。さあ、ご覚悟なさいませ。待たさん。俺がしが守る。みんな、松の飯を食べろ。おお、松殿の特製握り飯よ。うまい。具が大きい。
寂しき国というものを一人で作るものではございません。こら、この前田と茂野、天下一の豪僧、受けてみろ。しかと見よう。